パ何個なん？今日はですね、久々のキャンプということで、今日行くキャンプ場はですね、佐賀県の北山、キャンプ場にね、行きたいと思います。ただですね、今日は天気が悪くてですね、もう一日中雨で、当初 50% だったんですけども、現在見たらね、80% まで上がってて、で明日はほぼ 100% な状態なんですけども、まあここまで来たらね、ちょっと利用したいなと思ってましたので、今日は雨でも、楽しもうかなと思っておりますので雨キャンプをねお送りできればと思います。それではよろしければ最後までご視聴ください。ハローキティだよ。見たことある？右？これ？あ、書いてある書いてある。あ、取った。どっち道？あれだね。よかったよかった。ついてきよかった。どこに入れとる？後ろから見た方がいい？そう、広いんよ。思ったより広い。全然広いし、ちゃんと境界線が
とかさ、わかるよね。そうそう。で、あそこも A サイト。あれ B なの？え、本当？こっちの並びがずっと A。B は電源なしだったよね。だって B の人たちはここに車止めて。ああ、なるほど。なここはあれか、車なし歩きか。あ、本当だ、 B だ。本当だ。どこまで行ってみようか。ここ車置いたら上、あ A の3やけさ、うん、3はここなんだ。で4 A の位置はぐるっとちょっと上がって、あ、なるほどね、上か。なんだ。でも1と2がそこにある。なるほど。電源ないよ。ん？電源はない。電源ない。ない？多分手前が電源があって。奥がないんだ。こっち A の1から2は多分電源ない。こっちが A の2？A の、ああなるほど。で、電源がないんだ。あ、広いね、でも。なんかすごい。いいね。雰囲気はめっちゃいい。虫が多いけど、やばくない？ジャングルみたい。でも、いいね。雨の雰囲気と今日めっちゃいいかもしれない。うん、確かに。あ、いいな。幻想的な感じだよ。電源なかったら俺は好きやけどな。なるほど。ここまで来るんやったら A の1やな。うん。サニタリー島から手前は電源付きだ。で、こっちか？Bサイド。いいね。で、車じゃなくて、車もすぐそこまであれだからさ。ここはあれやね、ソロとかね、うん、車を置ける置いてからね。何の8をさ、ほら A の8から多分電源があるから、A の8もない、 A の8も電源ないと思う。ない、ね、うん、あ、本当だ。え、ある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 、裏側にある。うん、じゃあこっちサニタリー棟の内側の A サイトだけだね、うん、だけだね。広い全然余裕、ランドロック全然余裕、うん、全然ランドロック引けるよね。何もない芝生広場がここ。晴れやったらもうここで遊ぶんか、うん、ここやったらボール遊びできるんだ。カラフルマップが広いんだよね。あ、Cもサニタリー島がある感じっすね。で、このポコ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 あるのはデッキのところがテラスって書いてある。そうそう、それがテラス。ソロっぽかったけどね。ちっちゃいのね。うん、ちょっと狭い感じの。ソロでちょうどいいくん。で、ここからがいい、いい。いい。すごいね、サニタリーのところ全部あるやね。あるって便利がいいね。で、お湯も全部出るでしょ。あ、お湯出るんだ。こっちはトイレとシャワー、うん、シャワーも。で、シャワーは一箇所か。あ、トイレだけか。トイレと、水道場が一緒なんや、全部サニタリーとは。広っ。そんなのがあるんだ。うん？あ、本当だ。ええ。
その受付から左にねこう駐車場を突っ切っていただくとこちらにゴミ捨て場が、ね、あります。でこちらですね、まあ、燃えるゴミですね。で袋は支給されないので各自ね多分持ち込みのゴミ袋に、入れて捨てていただく形になるかと思います。はですね、もうこんな感じで奥さんが作ってくれたみたいな。奥さんじゃねえわ。俺いつも何て言ったっけ。奥様。奥ちゃまがですね。奥様よ。ということで今日はねたこ焼きを作るんですけど。ママの気分転換は。やった。カズさんみたい。え？カズさん食べるか。カズさんホットケーキミックスをそのまま。あ、わかる。それはすごいわかる。それ俺もやってよくやった。一口だけいきたい。なんで？小麦粉？いや美味しいよ。小麦粉よ。うん。生で。ダメなんやけどね。消化に悪いんやけどね。わかるよ。気持ちはすごいわかる。ママのおにぎりは食べてみ。うん、食べてみて。ソースとかいいと一回そのままで、うん、ごめんね、補佐的な感じでよろしくね。あんま今やるよ。うんうんうん、うん、はい。あと待って、箸ボックスから箸をまずもらって。はい、焦げたのから食べる先に美味しいと焦げたの。熱っ、気をつけてよ。うんうんうん、おいしい。うんうんうん、おいしいね。いい感じ。うん、完成。実はじゃあいただきます。ユージの至高の焼き一回。パパ、うん、はい、ソースがついてないところとね、うん、ついてたところ食べ比べたらね、わかるけどね、吸い取ったらおいしいね。ソースありき。いっていい、うん、まずね、おにぎりの上と下でね、半分にちぎれる。うん、こういう。それはまあママのせい、うん、それママちょっとほわほわ、ほわほわに入れたけ。味はね、ちょっとまだ。確かになんかチーズっていう感じで美味しいね。なんかチーズみたいな。いや、かつお節と醤油とお酒と味の素、うん、えだけ。あ、ほんと。うん、お酒。え、お酒。お酒じゃない。お酒って言ってた。マヨネーズを絡めるとさらに美味しい。パパパパ。多分、たこ焼きにとったのがソースついてたら美味しいよね、うん。
っていうことで、うん、いや、食べても分かる、うん、マヨネーズがちょこっと絡むと美味しい。なんかね、ちょっと雨止んだら行くの、うん、行こう。雨止んだら早くネットゲームできる。本当？うん、さっきファミコンできたもん、ネットゲーム。インターネットで、うん、本当？寝れる。どうせ今からシャワー行く。何からやるか。ちょっと待って、さ、2個持たせて。もマジか。横から行けるでしょ。あ。結構冷静に見えるっていう。はい、ということでこんな感じでですね、今日は朝からもう大雨なんですけど、今日ね今9時なんですけども、早めにね今日は帰ろうかなと思います。でこちらのキャンプ場ですね、すっごい綺麗で、シャワー室とかトイレとかもとっても綺麗で、サイトもねかなり広かったので、またね今度利用したいと思います。ということで今日の動画はこれで終わりとなります。ではまた。